多分40、30の70ぐらいじゃないかな。さっきのざっくりいくと、さっきのスコアが修正されてたのがちょっと気になりますけど、うんうん、ハグさんが映ってます。富田林のハグさんです、うん、ハグさんのところが多分プラス30かね、多分そんなもんじゃないかな。で A さんが多分40ぐらいで70ぐらいじゃないかな。うん、普通に条件残りそうですけど、ね、普通に残りますね。多分まあちょっと大きめのトップぐらいでキャッツさんも届くんじゃないかな。まあどっちが何点持ってるかにもよりますけどね、はい、ちょっと条件はつきますけど、なんか減点前後の争いになりますね。キャッツさんがトップトップと、うん、じゃあワイルドカードが難しくなる。始まりそうですかね。ワイルドカードは厳しいかもわかんないです ね、 ね、 厳しいですね。減点前後になるんで、キャッツさんがトップ取ると、ハグさんとエースさんのどっちかがトップだとワイルドカード十分ありますね、うんうん、ちょっと僅差なんで状況説明が長めに取ってる感じがしますが、はい、そうですね。普段こういう条件戦で打ってないと難しいですもんね、うん、出ましたね。エース34、ハグ69、マックス3、キャッツさんがマイナス103です。まくってるんですね、チップの分か、チップがあるね、うん、キャッツさんのマイナス103っていうのは、あ、そうか、即裏で4枚っていうのありましたね。そうですね、エースさんからね、ローソンアンコーで乗った、ね、あの塔痛かったね、あれが大きいですね。あれで2万点ですもんね。そうですね、まあ、キャッツさんが103か、まあ、トップを取ればって感じですかね、うん、まあ上はもうトップ取った方の勝ちですね、はい、ハグさんを飛ばしてトップを取るっていう感じですかね。そうですね、はい、ね、はい、ハグさんをまず沈めないといけないんで、ハグさんを飛ばしてのトップって感じですね。ほぼほぼダブル飛ばしぐらいの条件ですけどね。そうですね、まあ、デカトップを100ぐらいは稼がないといけないんで。そうか、うん、とりあえず103以上稼がないと、まずプラスにいってないから勝ちようがないですからね、うん、まあ確かにね。キャッツさんずっと苦しいですからね、今日でも、うん、まあチップさえ乗れば、そうですね、うん、チップ稼いで稼いでしたら、ね、チップがあれば諦めるスコアではないですね。一人飛ばしでも全然あります。はい、あと役もありますから。役もありますね、今日出てないですけど、はい、うわ、何これ、軽い、うわ、めっちゃええ手や、めっちゃええ手でしたね。はい、親がエースさんです。ドラが数ピン、エースさんすっげえいい手、エースさんもトップトラなだめになりましたからね。うん、厳しい、うん、いい手、わあ、うわいいシャンテですね。三層ウッパストサブローピン、はい、テンパっちゃいそう、すぐ、あ、何テンパい、そっち、あー、間違ってる、間違えたか、その三層難しい、めっちゃ難しい、切り間違ってるてか、まあ、ローソンを切ってテンパイっていう形に、うん、あの酸素ちょっと難しいです、うん、復活、めっちゃラッキーボーイめっちゃラッキーボーイ、これ苦しくないって感じ、あの酸素を切った、あー、悪いな、うわ、悪い男やな一発調整、羽根、羽根2、うわー、これは悪いなうわやったな、誰も分かってない、誰も分かってないですね、これしかもちょうどあれでハネマン、マジかいみたいな、1万点笑ってるし悪いなぁ、笑ってるし、自分では気づいたんでしょうね、きっと。それ気づくでしょ、気づいたかもしれないですね、多分テンパイ取るときに、あ、さっきもテンパイやったんだと思いますね。いやぁ、2枚分得しましたね、あれ、うん、すごい、しかも点数も満貫がハネマンになって、ね、見えてた、はい、一本場です。ドラパーピンです。エースさん親番続行すごい、あ、めっちゃいい、今もうこれはエースさん今回はハグさんがかなり良さそうですよ。本当ですね、ハグさんめっちゃいいですね。いいシャンテンじゃないですか。あ、先輩、もうこれはリーチでしょ。リャンウソチュン、うん、厳しいキャッツさん、リャンウソチュン、うんうん、チュンは誰も持っていない、リャンウソも惜しいそうそう、ウーソー3枚、チュン2枚生きてますね。おお、5枚生き、
うわ、なんか上位2人でやり合ってますね、うん、イチャイチャしてますね、イチャイチャ、うん、厳しい、そうですね、ここで余計な失点できないですよね、キョツさん、おお、はないはない、うん、嘘、おお、嘘言うて、イスチーピン、イスチーピン、え、強い強い、イスチーピンも強い、いやイスチーピンの方が多いかも、ああ、イピン、キャッツさんが、キャッツさんが打った、うん、うわ、ウラウラ、うわえ、リーチ、インペイコ、え、ハネマンで住んでます、はい、いや、突破ですね、ますね、あいやトッバイマンの2枚2万4000は2万5000の2枚、あかん、 S さんが急になんか突き出した、またキャッツさんが残り1000点に、うーん、これはキャッツさんが上がらないとこの曲で終了の可能性が非常に高い、ただハグさんもね積もれないですもんね、これ、いやでもハグさんは一応ワイルドカード考えると結構いけるんですよ、あ、まあ、もともとの持ってるポイントが、ワイルドカードいけますね、そう、もともとの持ってるポイントがかなりあるんで、うん、ハグさんあんまり、ね、どう考えてるか、はい、無理しない方が普通にいった方がいいと思いますね、まあ別にこの曲で終わらなくてもよし、積もって飛ばして終わっても、ね、おそらくワイルドカードでっていう位置にはなってますね、あ、もう普通に上がりにいってますね、泣きましたね、はい、ハグさん何本して、そうですね、その方がいいですね、うん、チッパ5000点相当でスコアにそのまま加算されます、お、お、サクサクと、お、キャッツさんもいいですよ、エッサンもいい、お、お、お、キャッツさんいい、ね、いけるいける、見えない、何を引いた、止まるということは有効牌かな、お、3ピンでも引いたかな、嘘、嘘、嘘か、これ数素が1枚浮いてるんですよね、ハグさんのところに、そうですね、これ結構危ない、ここに、あ、あ、これで先輩ですけど、この形は奈良翔、奈良翔、奈良翔行きますか、いいぞ、いやでもいいぞ、2枚飛びですね、行きやすいですよ、奈良翔行ったね、はい、リャンさん奈良翔、でもここに三蔵が2枚、またリャン蔵は2枚とも生きてると、そうですね、リャン蔵いい町、ここの、うん、あ、これはでも三蔵が結構出そうな形になりましたね、うん、三蔵やばい、ウーソの壁、あ、でもイーソ切ってる、イーソ切ってるからスーソでも一緒なんですけど、うん、まあ自分の受け入れがちょっと変わりますからね、うん、ただ漫画ですね、はい、日本馬で1万点です、復活、エースさんじゃない、キャッツさんさっきもね、うん、ワンツーナラシャン上がってたんで、ナラシャンマスターですね、ピースでめっちゃ気に入られます、奈良ちゃん超流行ってるんで、マジで、マジか、ほんまに流行ってるんで、誰かが奈良ちゃん上がったらみんな見に来るぐらい流行ってるんで、マジか、上がったねとか言って、ほらほら、え、何と何の奈良ちゃんとか言ってパッキューマジでみたいな、イーシャンテン、キャッツさんイーシャンテンですよ、チートイツ、キャッツさんいいじゃないですか、イーシャンテン、お、ほんまや、お、テンパイ、テンパイ、チュンタンキー、リーチ、オーケストラちょっと復活してきますね、うん、時間の問題、シュンはションパイ誰も持ってない、積もるか、花、あ、さっきもなんかチート、おお、さっきもチートイ、花で即やった、リー即ズもチートイ、チートイ、バイマンですね、4、うん、バイマンですね、1万と6000の1枚です、いやー、オーケストラすごい粘ってますね、逆にハグさんがやばい、石井はどうなるかと思いましたよ、ちょっと削りたいんですけどね、実はこのまま飛ばしちゃうと足りなくなっちゃう2万4000回収しましたね、回収しましたね24は25打てたけど、お、ハグさんが、次はハグさん、赤い目まぐるしいですね、お、すごい、なんだマジか、うわ、ここもいいシャンテン、勝者にいいシャンテンよ、ただ上がるところ、厳しい、上がるところが限定される、確かに、うん、おっと、スーワンコ行く、ヤクマンあったらいいんじゃないの、ヤクマンおったら、ヤクマンはもう自動的に、いや、いや足りないか、ハグさんが、あ、でもハグさんが飛んで、あ、そうか、いけるかな、いけそうですね、なんか、はい、このままだとチップがありますしね、はい、
4枚オールでプラス40入るか。トータルトップのハグさんが飛ぶので、エースさんも一応首は切って、ね、うん、いやでもちょっと届かないかな、エースさんに微妙な、うん、エースさんがなんかそれだとトップ取りそうですね。プラスポンしましたね、結構残りますね。キャッツさん4枚引かれてるの。お、来ました、スーチーピン。スーチーピン、はい、うわ、あ、スーチーピンがすごいいっぱい。順からだ、あ、順からや、お前スーチーピン順から、スーチーピン順からや。でもこのスーピンは出ますよね。あ、どーいたたたたた、順からやのに、順からなのに、順からやけど今のは出ますよね。くそー、跳ねまんまあまあ、ラスワイのためにね、うん、展望持っといてもらってみたいな。いやー、難入です。すごい打撃戦になってますね、はい、今この親番はサクッと行きたいところですね、うん、まあちょっと親かぶりも親かぶりさせたいですけどね、それよりもまあ連チャンはさせれないですね。ここで一上がりされるともうかなり厳しいんでね、うん、特にハグさんはもうここはもう全力で蹴りに行きたいところですね、うん、ハグさん今チップマイナス4か。あ、マイナス4、うん、きついな、マイナス4枚か。やっぱ浮かないとしんどいか。そうですね、マイナス4枚やったらね、うん、今のところ40ちょっとですかね、そこは。お、これはもう順本して浮かないとしんどいね、うん、浮けばほぼ大丈夫ですけどね、うん、お、お、テンパイですけど、テンパイカンパスとドラマチ、うん、1でいいんじゃない、うん、そうですね、まあ、外しを考えてますよね、外しましたね、したね、ピンズの4年系でいいマッチを、はい、あ、一発これ痛い、これリーチのが良さそうでしたね。難しいですよね、難しいですけどね、パスがドラじゃなかったらね、外してもと思うけど、これで別に上がり伸ばしても結局上がれることはよくあると思うんで、シャンポン、うん、どうですかね、9万と2ピン関数ピンの役割転配、まあこれでもまだ変化はありますからね、うん、スーピンがね、スーピンがウッパーピン引いてるつもり3個、ああ、あ、これでスチピだ、スチピになります。スチピ薄いのよね、スーピンないんですよ ね、 ね、薄いのよね、そうなんですよね、これ、うん、スーピンがここにアンコいいシャンテ、あ、でもチーピンが、あ、おる、あ、いるわチーピンが2枚、スーピンが1枚いますね、 あ、あ、すぐ当たり牌吸収するんやから当たり牌来るな、辛いですね、まあ、ただあの形になるとチーピン切りたくもないでしょうね、切らないでしょうね、あそこまでも、あの持ち方は切りづら、ああ、これで関数層だ、こんだけ来たらいいですねいやあ、これ現物待ちや、現物待ちですけど、まあ9ピン押してますからね、うーん、ローソーも一応押す、あ、押した、そうか、まあしゃあないですね、出るからはあれですけど、うん、ラスハイの数層、いやー、劇画みたいな感じでしたけど、今なんかマージャン劇画、難しいなーマージャン、難しいねまあ、4連携は魅力的です、ね、エースさんはもう絶好の自分に関係ないところで展望のやり取りが、そうですね、はい、絶好ですね、はい、ね、親落ち被害なしみたいな、ハグさんが親番で何2曲です、ドラが初積もられてる分には展望減らないですもんね、今度はエースさんはこの親をもう何としても落としたい、これ蹴っちゃえばもう、これ蹴っちゃえばかなり硬いですね、かなり勝ちですね、はい、先にどっちかが飛ぶ話になりますから、はいはい、うん、いいシャンテンに受けるか、ヤンシャンテン戻しか、ヤンシャンテン戻し、ナグさんもすぐリーチしたいですけどね、あ、さあエースさんがローピン入れて、ヤンソーですか、ヤンソー、うん、決めに行きましたね、うん、これは決めに行きましたね、自分で、うん、まあ、両面だとリーチ打ちやすいですね、はい、そうですね、もうこれは時間の猶予なし、数ピン切りますか、はい、数ピン切ります、あ、9ピンで回りましたね、一応一緒というか、
うん、嫌なリーチですね。うーん、チャッツさん、あと JO3 でパーピン、はい、とりあえずできるだけ被害のない状態で親番持ってきたいんでね。うん、キャッツさんは急走は取ってる。お、ソフィーだ。花、うーん、筋のジャンピン、うーん、取っていないが急走1回切るのとか、あ、まあきついな。いやでも押したいな、押したい、行きましたねここ行かなかったら行くとこないですもんね、うん、もう、あ、止めました、決めに行きました、もう1300、うん、リードも1兆1300ですね、はい、はい、十分です、うん、いやこれでほぼエースさんトップは、そうですね、かなり濃厚になったか、硬いかな。ハグさんのワイルドカードの条件ですが、今だとちょっと厳しそうですね。厳しいですね。マイナス35からのチップ2万点分、はい、55プラスが14ぐらい現状ですかね。元が何ポイントだったか、69だったね、69、うん、69ですね、はい、ね、オーラスですけど全然条件とか、今のこのまま終わるとプラス14で終わっちゃうんで、ね、終わりますね、はい、まあ、少しでもっていう感じですね。そうですね、まあ満貫の1枚とか積まれると結構可能性上がると思うんですけど。あ、そうですね、はい、オラスですね、うん、まあハグさんでもそんな手じゃないですね、どうもそんな手ではないですね結構でかそうですねドラアンコかな、ドラアンコのチーズみたいな数え役満とかそういうコースのトリップで、トリップで上がっても4万2000点足りないのか。結構トリプル近そうな手ですけどね。ギャンソ入れたいな。ギャンソ。ギャンソ行きたい。うん、あ、ウソもまあ。新一ドラゴトリプル。ね、はい、ウソがないんで。新一ドラゴはなくと。ギャンソがこっち行ったら。リーズも。もう自敗でもいいや。ね。ギャンソが一番いいけど。うん、さあ、エースさんが。イーシャンテン。シートイーシャン。テンパりましたね。シートイーペイ換気。あ、このペイはもう。いや、ペイみんな危ないペイ。このままペイだと。あ、あ、これから E1 になった。これで延命。でも E1 ももう引けば、うん、持ってきたっていう感じですからね。うん、あ、ペイ。どこにあるか。はい。どこにあるかだけです。どこにあるか。あった瞬間ほぼ上がりですね。ウイニングランですね。どこにあるか。あ、パソポン。パソポン。あ、厳しいな、ハグさん。ハグさん、ソーズが少なくなっていく。うん、まだいない。まだいける。しかもこれでもハグさん、ナンが危ないんですよね。ね、時間、切り時を間違えると包重になっちゃうな。ギリギリまで絞りますね。ヤンパソ、ヤンゾがないんですよね。ヤンパソいいぞ。そうでもないの。もう1枚ある。もう1枚ある。ヤンゾあるな。あと1枚ある。ヤンゾ引きたい。どうだ。ああ。無理だ。そうですね。はい。1と4兆ハネマンの上がりで、エースさんが通過です。それは無理。無理だ。それは無理だ。これは無理だ。まあでもね、エースさんが。はい。ラス前もオラスも自分で上がって、うん、トップを取って通過ですね。どうでしたか？強かったですね、うん、最後、まあ、やっぱり最後のハンチャンも心が強かったですよね、うん、前前出てましたね、はい、そうですね、攻めるっていう気持ちで、はい、いや、みんなでも魅力ローマン祭で結構、はい、最後の最後まで分かりませんでしたからね、うん、面白かったです、はい、ハグさんも本当飛びすんからここまで復活した。そうですね、ごめんなさい、キャッツさんでした。キャッツさんね、はい、あの親の場合回った時も終わったかと思ったけど、ハグさんも3回戦終わった時点でマイナス110でしたからね。うそうですね、ここ、うん、みんな底力すごいですね。あのハグさんもあの親番で、はい、ね、4枚目の関数層をキャッツさんに打ったり、あれでちょっとね厳しかったですね。エースさんもちょっと途中危ないかと思ったけど、うん、自力でね、上がって上がって
ポクトって、いや本当に一回抜かれてますからね。そうですね、一回も逆転までされて、はい、最後勝負で勝ちましたね。サンマっぽかったですね。でも最後の方は面白かった、うんうん、はい、選手の皆様が戻ってこられましたので、はい、それではキャッツさん、そうですね、3位のキャッツさんからお話を。キャッツさん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。残念でした。いやもう最後のオーラスの、いや 最後の戦いの奮発がもう、はい、そうですね。そうですね、厳しかったですね。バイマン打った時の心境そう、もうだから最後デカートップ条件だったんで、はい、まあ、これ相当きついスタートだなと思って、でも1000点残ったんで、まあ一応諦めず、うんうん、そうですね、しかも最後の親だったんで、うん、まだまだあると思っていったんですけど、あとデカトッププラスもしかするとね、リーチかけて、そうですね、裏ドラチップ、そう、裏ドラですね、チップ取りに行くと、はい、だいぶ条件楽になるんですけどね、この辺もうそれどころじゃなかったんですけど ね本当に。いやでも最後まで一応惜しいっていうか、その目のある状態でね、はい、来てましたけど、そうですね、残念でした。ケツさんはでもね、西宮店さんが今日はそう、まあ、あとは三好に託します。三好に大丈夫ですか今日のところは、今日のところは三好に託します。三好でも、まあ、しゃあないなみたいな感じで、うん、まあまあ、はい、今日のところは譲っておいてあればみたいな、ね、はい、まあ、最後にお店の実力的にはナンバーワン強いってね、言ってあったんですけど、三好君はナンバーツーとのことで、はい、じゃあ最後に、ね、はい、お店の PR をお願いできますか。はい、梅田にある、キャッツ梅田店です。ずっと梅田店に、いやもう今月からですね、僕も。あ、それまでずっとマーチョーで働いてたんです。あ、そうなんですか。そうですね、みんなマーチョー出身ですもんね。みんなマーチョー出身で作られてるみたいな。サンマでは珍しいトンプ線の店です。はい、なので、気軽に遊びに来てください。はい、刺激的なお店ですね。そうですね、まあ、あのこっち側にあの伝えがあって、はい、そこ路地入って、はい、左側に看板を持ってます、はいはい、キャッツ梅田店ということで、はい、また次回ね、キャッツさんからは明石店さんが出ていただけるとのことで、はい、はい、楽しみに。今日はお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。キャッツ梅田店さんでした、ね、明石店もありますし、はい、ね、1回戦もね、西宮店がね、通過しましたしね、はい、すごいですはい、そして2着でしたね、ハグさん。はい、ハグさんお願いします。お疲れ様です。あ、どうもお疲れ様でした。どうも。いや、ねえ、どうでした最後ね、ちゃんと、ね、ひっくり返してすごかったですね。あんなマイナスのところからね、ひっくり返して楽しかったです。本当楽しかった。良かったです。それが一番です。本当もう、もう一歩っていうところまで行ったんですけどね。あの貫通層を打った、あれ結構痛かったです ね最後。そうです。あれ4枚目だったんですけど。あ、そうですか。あれで結構厳しい状況になっちゃったんでね。でもね、やりきりましたね。はい、まあ、やることをやって。そうですね、はい、ワイルドカードは厳しいんですかね。まあ、わかんないですね。うん、後の人、後のチームがどうなるかなんで、うんうん、まだ。もしかしたらね、あ、そうですか、祈って待ってれば、はい、2着の方はあり得るかもしれないので。富田林の方ですね。はいはい、明後日でしたっけ、はい、そうですね。はい、明後日オープンで。小野さんは、ちょっと出ようかなって言うの。小野さん、いいんですか出ようかなって言ってはりましたけど。パグの小野さん。はい、あ、どうお疲れ様です。女性オーナーで、はい、女性オーナーでお綺麗な、はい、おい、はい、いつもお店行ったら会えるんですかね、はい、あ、一緒に売ってもらえるんですかね、はい、お、あ、そうなんですか、とのことです。サニウチ得意なんですか。サニウチしかあんまりしたことがない。一緒や仲間、はい、滝谷不動駅、近鉄長野線の、はい、滝谷不動駅ですね、はい、徒歩10秒ということなんで、うん、はい、1階が何でしたっけ。
居酒屋さんフラットさんの上ですね。フラットさんの上の名前ですね、はい、ハグさんですね。ハグさん、ハグーのハグです。はい、このロゴですね。ハグーのハグ、はい、何それ、ジャンサクーみたいな何それ、最後めっちゃぶっ込んでくる、はい、いや、ジャンサク TV もしょっちゅう見られてるっていう。あ、そうです ね、なんか対局も見ていただいてるとのことで、ハルちゃんが売ってるのも見たとか。はい、嬉しかった、もうありがとうございます。じゃあ、看板娘大会にまた一緒に、あー、本当だ、娘で行けます。で、はい、全然大丈夫ですよ、はい、ぜひ一緒にお願いします。はい、そしたら今日はお疲れ様でした、はい、お疲れ様でした、ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、あさってオープンということで、はい、じゃんさくじゃんさく、はい、ハグはい、それでは見事見事トップ通過、尼崎のエースさんです。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。来ましたね、エースさん。一回まくられてちょっとどう、うん、ビビったでしょ。いや、もう揺らぎました、心。だいぶ揺らいでます揺らぎますよね。テンパりまくってたですよね。トップ条件っていう、その分かりやすかったんですけど、あ、最後 ね、まあ、ね、そうですね、だけ行くだけって感じですね、はい、うん、ただもう恥ずかしかった、テンパイ気づいてなかったんで。あれ、ね、あれ衝突のキーボーイすごいですよ。まあまあ、まあ、大きいですよね、一発持って、うん、一発裏でそれで、まああれだいぶもけてますよね。あれあの形の参戦難しいですよね。いやいや、ダメです囲碁気をつけてください。気をつけます、囲碁、はい、気をつけてください。ね、こっちでもすぐ言ってましたからね、三層、ね、パッソー、サブローピン、チーピンみたいな感じで、うん、僕もちゃんと言ってますからね。いいじゃんって入れ目言ってたんですけど2回戦は ね、はい、それまでにね、酸素も気づける、はい、そう、しっかりやろう、3人打ちしております。3人セットで3人打ちしていや、おめでとうございました、はい、ありがとうございます、はい、お店の場所は天ヶ崎、天ヶ崎の、はい、阪神でしたっけ。はい、阪神は阪神の崎駅を降りてすぐです。もう歩いて5分ぐらいのところにあるんで、普段は4人打ちですよ、ね、普段4人打ちしかないんで、はい、はい、そうそう、4人打ちのお店です。あのビルのところから見えますよね。そうです、そうです。2階でしたっけ。4階なんですよ。4階。1回行ったわ、そういえば去年そうなんだ、去年行っていただきました。去年行きました、ね、はい、去年の後輩の時から行く行く言うて言って、僕去年行きました行く行く言うて言って、はい、あ、もう一人の方が来ていただいて、あ、本当ですか、はい、私も今年中に行きます、はい、やるより仲いいな、さっきかけたけど、嘘はつけないんで、はい、今年中に、はい、でまあ、お店の PR じゃないですけど、4月は、はい、あの新生活が始まるということで、はいはい、貸し宅様、フリーのお客様も、うん、女子割も全部イベント目白押しになってるんで、お得な、よかったらホームページの方見ていただいて、そうですね、じゃんさくからもホームページ見れますし、マージャンエースで検索してもいけますので、ぜひ来てください、はい、4月はお得なイベントたくさんということで、満載ということですので、はいはい、びっくりするぐらい、こんな、びっくりする、ね、強い人もいますし、ね、街がちょっと分かってなかったけど、お茶目なとこもありますから、はい、まあまあご愛嬌でね、はい、イケメンですから、じゃあ2回戦も頑張ってください、はい、ありがとうございます、頑張ります、はい、おめでとうございました、ありがとうございました。はい、はい、第5回ホームハイラウンド1の1組、2組、3組の戦いが終わりましたが、ね、はい、3人打ち、テンポが良くて楽しいですね、はい、はい、はい、ちょっと勉強になりましたか、加藤さん、もう加藤さんから長居の話を大変、もう大変いやいやいや、今日はまだそうでもなかったけどね、これからもうじっくり教えていくから、サンマ天保家の道をね、明日も教えてあげるから長いですね3ヶ月明日時間あったらまた寄ってください、ね、明日夜、じゃあちょっとお邪魔、ね、はい、寄ってください、ぜひ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 、はい、はいはい、それまでなんとか持ちこたえてくる、はい、逆に男の人2人だけの方がなんか盛り上がるみたいなこと、今日も2000人ですからね、あ、本当ですね、ありがとうございます、明日もぜひ、明日は夕方からバーンと伸びるかもね、そうです、すいません、もう本当すいません、痩せてきます、明日までに痩せてきます、はいはい、ホーハイの、ね、次回放送は4組、5組、6組ですかね、はい、明日です、はい、いただきセブンさん、ロジックさん、ゲームさん、これが1組目が1組目、12時からので、はい、2組目が、はい、チャンタさん、リズムさん、マーチャオさん、お、3時からですね、これかなりのこれ面白そう、これ、うん、1回戦必死の高カードですね、面白そう、で、6時からが W 1回戦こっちじゃないですか、そう、こうです、だからこうやってます、3回戦が W ファースト、ファースト、
ご近所さんです。ひまわりさん。ね、うん、はい、ね、明日も楽しそう。目白押しや。はい、ね、12時からスタートしますので、明日もぜひご覧ください。ご覧ください。はい、それでは皆さん、長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。また明日。また明日。